ユージャムアイアンはユージャムバーチャルギタリストシリーズのギター音源、ロックギターに特化したギター音源となっていて、ロックギターのフレーズを収録していてギター演奏ができない人、フレーズが浮かばない人でも使えるように設計されています。収録されているギターフレーズはキーに合わせて瞬時に変化できるのも便利。ロックの曲を作るのに欠かせないのがエレキギターの音。ギターのストロークが入るだけで曲の雰囲気やグルーヴ感がガラッと変わるので、持っていて損のない音源となっています。導入時のメリット、ユージャム全般に言えることですが、デモを作るまでのスピード感があるのが良い点。できるだけ早く頭の中の音を曲として形にしたいときに非常に便利です。ギターの打ち込みはとても面倒です。ちょっとした伴奏を打ち込みするだけでも面倒くさいですよね。最終的にはこだわらないといけないのですが、試作段階で打ち込みにこだわりすぎて時間がかかりすぎるのは今後の創作のモチベーションにも関わってきます。スピード感があり形ができるまでが早いと、いろいろな編曲のパターンを考える時間ができますし、ある程度曲の土台を作ってから崩したり壊したりして作り上げていくと、いろいろなアイデアが出やすくなります。もちろんユージャムアイアンはギターを演奏する人でも導入する価値のある内容になっています。アイアンには代表的なギターのバッキングフレーズが収録されているので、フレーズを思いつかない時のアイデア出しのためのヒントにするにも役立ちます。エフェクトも充実していて、基本的にはマルチエフェクターフィニッシャーで完結できます。慣れていないと小難しく感じるエフェクト設定は、エフェクト設定が完結済みのフィニッシャーならノブを回すだけでかっこいいエフェクトがかかります。導入時のデメリット、バーチャルギタリストシリーズのバージョン2ではフレーズは鳴らすかミディエクスポートしないと音符の配列がわからないので、どの鍵盤の音にどのフレーズが入っているのかについては鳴らすかメモしておく必要があります。気に入ったパターンの入ったスタイルはプリセットでお気に入り登録しておきましょう。打ち込みのギター音源のため、本物のギターを演奏して録音したサウンドとは一緒にはなりません。どうしても打ち込みっぽさは残ってしまいます。こだわりたい場合にはやはりギターを演奏して直接録音しないとダメです。ただしギター用のコードのボイシングをすることでギターっぽく聞こえさせることはできるし、他の楽器と混ぜてしまえばギターをずっと演奏し続けている人でもない限りそこまで気にすることはないと思います。バージョン2からできること、他のユージャムバーチャルギターシリーズのバージョン2と同様の機能がアイアンでも使えます。このバーチャルギターシリーズは収録されているフレーズを演奏するプレイヤーモード、自分で好きな演奏をするインストゥルメントモード、この2つに分かれていて必要に応じて切り替えて使うことができます。キースイッチの構成が複雑なため常時表示できるヘルプ画面があります。強化されているのがエフェクトです。30個のストンプボックスエフェクト、60個のマルチエフェクターフィニッシャーが追加されたほか、ドロップ D モードとダブリングモードがあります。
ドロップ D モードとダブリングモード。ギターで使われる一般的なチューニングは6弦の音を E3 に合わせます。ドロップ D モードは6弦の音を1音下げて D3 に合わせるドロップ D チューニングを利用するためのモード。たった1音だけどドロップ D にチューニングを落とすことでよりヘビーなロックサウンドに仕上がります。ダブリングモードは2本のギターを同じフレーズを重ねて録音し、左右にパンを振り分けた時の状況を再現するもの。ウィスのノブを上げていくだけでダブリングをシミュレートできます。収録フレーズを演奏するプレイヤーモード。コードを決めてフレーズのキースイッチを押すことで音が鳴ります。2つのフレーズカテゴリーが用意されていて、コモンフレーズはどのスタイルにしても同じフレーズが鳴ります。コードを鳴らす音符の細かさやミュート具合で中身が分かれています。スタイルフレーズはパターンの異なる独自フレーズが演奏されます。1スタイルで11パターンの演奏フレーズが鳴らせます。
他のユージャムギターとの違い。ユージャムのエレキギター音源は2024年2月14日現在3つあります。ポップス向けのスパークル、ロック向けのアイアン、メタル向けのカーボン。カーボンの場合はリフ演奏や早弾きモードがあったりしますが、スパークル、アイアンは元になっているギターの音色が違うだけで機能は変わりません。ギターに存在感がある音が欲しいならアイアンを、ギターをリズム楽器として目立つ配置にしたいならスパークルがおすすめ。個人的なおすすめ設定、スパークル、アイアンはミックスモードにダイレクトの設定があります。名前の通りあまり加工されていない素の音が出ます。予算は少しかかりますが、このダイレクト設定にしておいてギター用のアンプシミュレーターを追加することでより本物のギターらしさが出てきておすすめです。ブラックスター、ニューラル DSP、 ボーグレン、どの音が良いかは個人の好き嫌いに分かれるところなので答えはありません。ただ他のアンプシミュレーターを使うことで選択肢が増える音源であることはしっかり伝えておきたい項目です。We'll be right back.
ージャムアイアンはギターを自分で演奏するけど、デモ作成はMIDIの方が自由度が高いからMIDIで処理したい人、ギターを演奏することができない人、ギターフレーズが思い浮かばない人にとっては非常に役立ってくれる音源です。これらに該当するならユージャムアイアンは役立つギター音源です。フレーズを考える時間や打ち込み時間が短縮でき、デモ曲作成までの時間が早くできるのがユージャム音源の良いところです。思いついたアイデアをガンガン取り入れて曲をいっぱい作りましょう。